この先を抜ければゼビオンはすぐそこ。あと少しだ。もうすぐね。ゼビオンの伝承の塔には一度行ってみたいと思っていたの。伝承の塔か。あれだけ高いんだ。てっぺんまで登るには何日もかかっちゃうんだろうな。まさか普通に登るつもりなの？よし。どうしたの？何かが近づいてくる。森の中からだ。どうしたんですか？おお、どなたかは知らないが、ちょうど良いところへ来てくれました。ちょっと面倒なことになってしまいまして。面倒なこと？確かに面倒な奴らに目をつけられちまったね。いやはやそのようで。ま、こうなったら仕方ないな。付き合うぜ、おっさん。どうせ死ぬなんて、あんたもいいの？いやはや、運の良さには自信もあったんですかね。運の良し悪しは関係ないさ。俺たちが一緒に戦うんだからな。なんと頼もしい。期待しておりますぞ。よっしゃ、おっさん、これでもう大丈夫だぜ。いやはや助かりました。なんとお礼を言えばよいやら。礼を言うにはちょいと早いみたいだよ。近くにまだ敵の気配があるからね。茂みのあたりから何か聞こえるわ。ったく、こんなところに隠れてやがるとはな。でも隠れてやがるとは、自分たちが攻撃されるとは思ってないはずよね。その通り。逆にチャンスだよ。不意をついて驚かしてやるといいさ。おい、そっちは大丈夫か？ええ、あなたこそ大丈夫なの？少し息が上がってるんじゃない？この程度どうってことないぜ。戦闘演習主席をなめるなよ。一丁上がりだな。なんとか片付いたわね。いやはや皆さんのおかげです。私一人では一体どうなっていたことか。ところでおっさん、一体何者だ？随分と大荷物みたいだけど。おっと、これは名乗りもせず失礼しました。私はトルネコ、エンドールから来たしがない武器屋です。エンドール？そんな名前の町あったかね。私も聞いたことがないわ。やはりご存じないか。しかしこれではっきりしました。どうやら私は伝説の武器を探して冒険するうち、別の世界に迷い込んでしまったようなのです。
別の世界ってここのこと？それじゃああなたはこことは違う世界から来たってことなの？そうとしか考えられません。こう見えて私は大の冒険好きでして、世界の地理にはそれなりに詳しいのですが、この辺りの土地には全く見覚えがないのです。それで不安になって帰り道を探しているうちに、あの連中に絡まれてしまったというわけで。なるほどな。それで追いかけられてたってことか。それにしてもどうやったら別の世界へ行くことができるのかしら。元の世界への帰り道もわからないんでしょ。はい、トルネコだったね。とりあえず私たちと一緒にゼビオンって国へ行かないか。ゼビオンの王は物知りな方だ。もしかしたら元の世界へ帰る方法をご存知かもしれない。それにゼビオンには世界中からいろんな品物が集まってくる。お目当ての武器も見つかるかもしれないよ。おお、そうだな、そうしろよ。さん、うむ、おじさんよ、共に来るがいい。ちょっと、おっさんじゃなくてトルネコさんよ。それに来るがいいだなんて失礼でしょ。一緒に行きましょう。こっちの世界のことは全然わからないんでしょ。なんとありがたい。あなた方のような強い人とご一緒できるなんて本当にラッキーですよ。それではお言葉に甘えて、しばらくの間よろしくお願いいたします。